曜日の13時から15時になってくださいって言ったりとか。文房具のこだわりとかありますか？文房具はね、これはもう、ね、人それぞれかと思うんですけど、僕ずっと三菱の。ハローデー、始まりました、モテーションです。今回もですね、再び仮面の男仮面の男って来ましたけど、アルさんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。やっぱトイックいろいろ受けてる人いっぱいいると思うので、そちらの方々にですね、いろいろなアドバイスを聞いていこうと思うんですけど、はい、まず今時点で、そうですね、トイック満点はいっぱい取って、まだ受験を毎回してるんですけど、今時点はどうやって勉強してるんですか普段？はい、今もね、問題演習はしますね。勉強会で扱うからっていう意味でも解くし、自分のためにもします。うん、でなるほど、うん、LC は、そのリスニングの方は今はパート3、4とか特にそうなんですけど、うん、問題、設問と選択肢を見ない状態で流して、はいはい、でどこが問題になるだろうとかいうのを予想するとか。で、すごい、うんうん、で、質問流れたら、まあ、それで答えてみると、選択肢なしで答えてみるとか、いうようなことをなんかよくやります。すごくやります。1日にこれ何本もやります。すごいですね。模試はいっぱいやっぱりやってる。最近はそうです。韓国の公式もまあやり残しているところはやりますし、はいはい、それから、3A ネットワークさんから出ている、メガモスボリュームとか、はいはいはい、あれはもうほとんど解いてしまいましたし、なるほど。でこうなんかちょこちょこやってるうちにこうどんどん消化しちゃってるっていう。そうなんですね。アドバイスを、僕は問題演習をやってそのスコアを取ったというタイプなんですけど、なんかまあ他にね、いろんなタイプがいる。問題演習、そう、ずっと言ってますもんね、もうそれだけで、ね、問題演習だけです。そのなんていうの、それ他の要素がほぼないです。で、うん、英会話をしたりね、留学をしたりとかっていう、まあ、語学留学をしたりとかいう、そういう要素がないんで、問題演習だけをやって、まあ、スコアを取ろうという立場での発言にずっとなってるんですけど、それでアンチにね、いろんなアンチに、いろんなこと言われるしね。あれはね、面白いんだよね、まあ、いろんなアンチにいろんなブロックされて。そう問題演習でやっぱり一番大事なのは、正解になった問題にもう最低限これ自分は何が分かってれば正解できたわけ、うん、ってわけ。なるほど、うん、まあリスニングもね、まあ、1分ぐらいの会話とかナレーションで隅から隅まで分かるのが理想なんですけど、絞り込んで、もうこの問題は最低限もうどの部分が分かればよかったんだろうっていう、でそれが自分にとってのその弱点になるよね。なるほどなるほど。でそれ絞り込んだものをね、どっかやっぱり、まあ、後藤ノートでもいいんですけど、どこか残しておいてほしいですよね。なるほど。いろいろつけてますもんね。そう。アルさん自体もこう。そう。解説ページの余白とかに、ね、書き込んだことがあるんですよ、ね。はい、リスニングでもリーディングでもそうなんですけどね。最低限、どの部分が、何が必要だったのか。これ単語知らなかったとかね。引っ掛けに引っかかったとかね。選択肢を間違った意味で解釈したとか、いろいろあるんですけど。はい、まあ、それを絞り込んで、もうそれをね、貯めていけばね、それが財産になるんですよね。で、それで、うん、同じ間違いをしなくなっていけばね、そうですね。最終的にはほとんどのケアレスミス以外で、本番のケアレスミス以外で間違わなくなるか、結局900ピースになるっていうね、そういう頭の中でそういうイメージなんですよね。だからいろんなね、言い換えの表現を集めたりとかね。言い換えもそうですよね。このところの言い換えが気づくことができなかったから正解できなかったとかね、はい、いうのもあるし、いろんな間違い方あるんですけど、どうできれば間違いなかったのかをはっきりさせて、でそれをボディと間違えないようにしていくと、本番での間違いがケアスミス以外になって、なるほどなるほど、だ勉強会とかでね、いつも答えてもらってましたもんね。答えてもら、今でもそう、今でもなんか丸とかバスとか開けて、はい、あれはね、あれは今やってませんけど、あ、やってないですか、あれやったことありますね、丸持ち上げてもらってましたよ。やってたことありますね。理由とかこう聞いたりするんですか？理由聞きますよ。受験者がその問題どう見ているのかっていうのはやっぱ率直に言ってほしいですね。うん、で、自分一人でもちろんできるんだけど、集まってするっていうの一つ意味があると思うんです、うんうん、その問題はあなたは何が足りなかったのかっていうのをやっぱり知ってほしいっていうのがありますよね。だから、うん、それやってます。だからなるほど、問題演習して、でそこで何ができなかったのかを自分でちゃんと分かって、でそこをちゃんと潰していく、うん、潰していく、潰していく、もういい具合に忘れた頃に解き直すとかいうことでもいいんですけど、最低限こういうことが分かってれば正解できたのにっていうのが、そのちゃんと2回目でね、それができたら、うん、それが一歩進歩なんで。なるほど。なるほど。他どうですか、初級者、中級者、上級者で違うとことかあります？僕あんまり初級者、中級者、上級者って分けて考えることはないけど、その
だからなんか間違えてほしくない問題はその初級者中級者ありますよね。あーそうですね、パート5だったらその語形とかあるじゃないですか、はいはい、ああいうのはさすがにその初級者でも間違えてほしくないとかいうのがあるから、その問題の質が違うだけで追求することは一緒で、うんうんうん、不正解が潰されていけばスコアは上がると。じゃあ今の段階でのおすすめの本って言ったら何になりますか。まあ僕もいっぱい聞かれますけど、どうですか、アルさんも。今の段階で、国内本をほとんど解いていない。国内本をほとんど解いていないです。まあ、でもそのそうなっちゃうんですよね。多分、うん、でもそうなっちゃいます。いわゆるまあ過去問が出てきちゃったんでね。過去問に勝てるものはないんでね。過去問に勝てるものはないからっていうのがあっても個人的に自分のためにはもうね国内の作っている人たくさんいるけど、そういうものはまあ自分のためにはもう見ないですよ、ね。うん、なるほど。そうなってしまう。やっぱじゃあ普通の人たちに勧めると言ったら公式やつ。うん、公式をその今言ったようにその解説はそういう視点じゃ絶対書かれてないので、公式もなしの解説って書かれてそういうふうに書かれてないので、まあ、個人個人また一問一問この見方が変わるわけですよ。この問題は自分はあのこう見えたとかこう勘違いして間違えたとか、ここを捉えて正解できたとかいうところあるんで、それをだからまあノートなり解説の余白なりに書き込んでなんか自分のテキストにしていくっていうのが一つの方法だと思う。なるほど、そうやってやっ公式問題集の使い方としては、ね、なるほど。もしって日分けて解いてもいいですか、それともやっぱり日分けて解いてもいいと思ってますよか、時間配分をその、はい、練習しなきゃいけない人はなんかどっかでその時間決めて75分、解くのがいいと思うんですけど、まあ昔から言ってるのはね、それこそね日曜日の13時から15時にやってくださいって言ったりするんですよ。これはね、本番と同じように。そうそうすると土曜日の過ごし方も決まってくるから、土曜日にこう過ごして日曜日の13時15時に、やるっていうのを僕はそこまでねやってもいいと思うんですよ。日曜日の13時か15をね、こう開けてね。なるほど。でそうなると、そこまでの何日間か、直前の土曜日の過ごし方も決まってくるし。はあ、はあはあ、なるほど。そういうのピークをね、そこを持っていかないといけないんだよね。はあはあはあ、韓国の公開テストって朝10時じゃないですか。はい。日曜はそうですね。土曜が午後で日曜が朝なんですよ。ね、はい。僕ね、だから、10時とかだったら、やっぱりいきなり今回の日本の公開テストも10時だよって変わってくると思うんですよ、ね。なるほど。やっぱ13、15にこう慣れてる。13時になったらこうね、自分のピークがそこにあるっていうのにこう慣れてる気がするんで、それに慣らしていく必要があるんじゃないかって気がするんですね。韓国、そうですね。韓国の場合は、あれですかね、受験会場選べるんでね。あ、はいはい、僕だから受験会場のすぐ近くに泊まるんで、うんうんうん、韓国で受けるときは。だから、その、早起きしなくて済むように合わせて。あります。文房具のこだわりとかあります。文房具はね、これはもう人それぞれかと思うんですけど、僕ずっと三菱のハイユニという鉛筆を使っています。はいはい、鉛筆派ですね。他にもね、マークシーペンテルのマークシートシャープとか、はいはい、それから、三菱のユニシンホルダーとかいくつか試して、はいはい、鉛筆以外のものも試してみたんだけど、はいはい、やっぱ鉛筆が一番軽い。なるほど。鉛筆が一番軽くこう使いやすい。あれ結局あれですね、 HB の鉛筆で濡れとか言ってますけど、全然それはいいです。僕もそれいろんな濃さでやってみたけど、その 2B とかね、それこそ 6B とかぐらいまでこう順番にやって、で うん、やってみたことがあって、柔らかいから確かにすぐ濃くなるんだけど、6B とか 5B とかだとそのカスが出るんですよ。粉が出るので、それがダメで、それはまあダメだと思いました。折れはしないんですか。折れはしない。それは人による筆圧によるんだけど。なるほどね。その柔らかいから確かにすぐ軽い力で黒くなるんだけど、そう、粉が出ます。だからそこがダメなので結局 HB にまた戻ったみたいな。HB でやったんですね。HB、なんかそれ今言うじゃないですか、今の子供たち 2B なんで。そう HB じゃないんで、ね、まあ早く濡れたり越したことないですもんね。そう塗り方、きしめんみたいなシャーペンシルありますよね。きしめんみたいなシャーペンシルです。縦一本引けばそのほぼ濡れたことになるっちゃなるんだけど、まあ僕はそれはもうちょっと自分ではちゃんとグルメ、うん、縦にあれは試した人がいますよね。一本線引けばそうそうそう、検知してくれるっつって一本線だけ引いて、全問一本線だけ引いて990取ったぞっていうのがまああったんですよ。それした人がいるんで、もう一本線でいいです。一本線でいいんですけど、ただ僕気になるのは、一本線例えば引いて、その、答案出すじゃないですか。はい、そうすると監督者が、これはなんだとか使いしたりすると嫌だ。ありえますね、それね。うん、それでみんなそれ塗ってるのにみんな待たなきゃいけないってなって、ね。そうそう、なるから、はい、その一本線でも、そのね、マークシートはその検知してくれるって言っても、一応まあなんか、塗ってないとダメかなと思ってやってます。そういう。一言アドバイス的なものって。で
たくさん問題やった方がもちろんいいと。なるほど、うん、多く触れておくっていうね、量を。990を取るんだったら、まあ、1万以上にならなきゃダメですね、消化する問題。なるほど、なるほど。R さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.